で、KDDI 軽い。自給的な、軽さがあるんですよ。だからどん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 上がっていくし、NTT が弱いんだよ。この19、これも回転効かなすぎてるので、ソフトバンク、でも最後に関しては、ちょっとやっぱり配当落ち込み経過。このデッドクロスケースがね、気になるんだよね。上がっても200日ラインぐらいもあるって感じだよね。その点線ライン抜けたら、逆ヘッドショルダー見えるので、そこ抜けてはもう一発上の方に上がってきてくれるなら、もうちょい利益伸ばせるかもしれないね。1、2、3、4、5と。はい、皆さんこんばんは。9月の22日夜の10時ですね。ライブやっていきましょうか。まあ来週の準備ですね。来週、今週か。まあ明日休みなんだけど、まあ日経平均 CFD がね、500円上がってるので、個別銘柄ね、どうなっていくかですよね。というわけで皆さん改めましてよろしくお願いします。こんばんは。で、今のところ予想通り上がってきてるからね、想定の動き、期待していた動き通りに動いてきてるので、で、昨日解説した動画の中に、今後の注意点とか話してるから、そこはね、ちょっとまだ見てない人がいたら見とってほしいんだけども、とりあえずね、円安はね、いってるからね、143円、4円ぐらいまで、円安が、まあ、加速して、加速っていうか、再開してきてるような形か。皆さん、こんばんは。分析してほしい銘柄があったら、銘柄コードと銘柄名買ってるんだったら、株価と株数買おうとしてるのか、売ろうとしてるのか、具体的に入れてってね、みんな。よろしくね。で、あとはね、需給の問題だよね。需給の問題。まあ、円安株高トレンドなんで、円安になってる今の現状は、まあ、心地いいんだけど、配当地方はやっぱし、前から言ってる通り警戒してるから、そこだけ、まあ、PR16 倍まで行って、頭取って下がってこないかどうか、そこを見ながらやればいいと思うよ。3436。とりあえずね。上がってくれたら嬉しいけどね、9月、10月そうだもんね。まあ、警戒はしなくしつつやろっていこうか。このチャンネルは、翔さんに直接許可、公認をいただいて運営しています。テロップや中間解説でこのチャンネル独自の付加価値も提供しながら、翔さんのファンコミュニティとしても成り立っています。皆様のトレードのお役に立てれば幸いです。よろしくお願いします。1580円で300貨持ってる。1580。80ってこっちか。1580で買ったけども、ここで売らなかったのかな、一部でも。どうなんだろう。で、そこからさらに下の方に急落してって下がっちゃって、ここまで戻っ、ここで動いてるって感じか。まあ、バンドク終了なら一旦ボリバーの使用性25日ラインなんじゃないんですか ?18 万人おめでとうって。ああ、ほんとだ。18万人超えてる。気づかんかった。はい、ありがとう。まあ、通過点なんでね。あ、でも再現性のヒント、公開するので、またですね、18万人通過したんやったら、みんな楽しみにしとってね、また公開する日は、X で、ね、お知らせしますんで、はい。一旦ボリバーの地方線25日窓埋めってところなんじゃないですか ?1630 とかもし上がっていくとするならば。その後だよね、動きとしてはね。まあ、今のところもうちょっと見とこうとしか言いようがないかな。で、しっかりとその売り上がっていくことをやっていきましょうね。売り上がっていくってこと。ここで買ってせっかく上がったのに、ね、ドーンって下がっちゃったって形になったら、やっぱしそのスライスしておくっていうところの重要性がまだ身についてない可能性があるので、はい、そこはしっかりやっててもらった方がいいのかなって感じかな。一旦ボリバーの調整25日まで見ようか。何あ、皆さんこんばんは。サムコは長期。そうだね。サムコはね、いい銘柄でもあるもんね。言ってる意味はわかるんですけど。需給統制悪いんでしょ?まあね。PBR ベースで見たらね。少し長めで持つっていう感じでいいとは思う。ここあたりで買ってる人は、短期っていうよりも中長期で見ていくような形なのかなっていう感じがしますわ。PBR ベースで見るとね。はい。ミユさん、サムコ、配当高かったところはよくやってましたって、まあね。あ、ちなみにコピーペーしてる人いるんですけど、僕分析せへんのでね、言うとくよ。目ついてるからね。はい。なんも嬉しくないからね。6050、e ガーディアン、9月権利配当。はい。3100円、クオカード5000スライド1912円で、買ったところずるずる下がって含み損が増えてます。分析してもらってもいいでしょうか。え、ここ落ちたら下がるんじゃないですか。配当利回りなんぼこれ。受給みんな教えて。何株持ってるかわかんないけど、配当3100円クオカード。3100円カードね。クオカードいらへんけどな。あれあのサイトはどこ行った?あった。ーガーディアンね。2016年とか、確かそんぐらいの時やってた記憶があるね。一時期。それ以降やってないんだけど、213億のちっちゃい株でしょ?配当利回りも少ないし。だから、時価総額でちっちゃいので、これ買いましょうとは僕は言わへん。まあ、買っても、まあ、優待もらえるぐらいのちっちゃい金額でやっとけば、みたいな感じかな。で、クオカードであったり、配当狙いっていうことは、もうこれに関しては中長期目線で見ないといけないと思うので、はい。下落方向にバンド、まあ、RSI の上狙いんだね。でもあんまりこれやらないからな、あんまみんなの参考にならないんだよね。みんな参考になりそうな銘柄をチャットの方に入れてってね。それか昨日の続きしちゃうで、ね。
下落方向にバンドを食って感じかな。なので、まだね、これ下げ止まりの兆候は出てないよね。今この段階で買うかどうかっていうと情報が少なすぎるので、まだやらないかな、ワンチャンここで下がるかもしれないしっていう、そういった感じかな。うん。もうやっちゃおうか、昨日の続きで日経225。はい。昨日4までやってるんだよね。あれ、ここあたりもやったっけ、ソフトバンクグループ。まあ、これはね、ここに関してはあれだもんね。もうアームが上がってこないと上がらないような銘柄なんで、なかなか上値が重たいです。で、KDDI 軽い。やっぱその回転効いてるから。NTT はでも回転効いてないので。はい。いや、KDDI はね、上がってるからね、回転効いてるんですよ。半年前ぐらいに買った人ってみんな含み益でしょ？だから、時給的な、軽さがあるんですよね。だから、どん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 上がっていくし、50日と75日と100日とのゴールデンクロス形成が見えてるから上の方に上がってるけど、ただ、NTT に関しては、マジで弱いんですよね。うん。このパターン好きって、せやね。昨日続きしよっか。サブチャンネルやってたんだけどさ。そう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 。NTT が弱いんだよ。この、もう19、これはもう回転効かなすぎてるので、半年経過して、まあだから配当落ち後に、もう一発下がってくるのか、やっぱ、高値から半年経過してる人たちが今、売りに向かってるから、ね、7月ぐらいに買ってた人たちが今、?7 月じゃない。ここの高値ぐらいで、3月の高値ぐらいで買ってる人たちが今投げてるんでしょ？高値から半年が、3月27日急落前の、から、半年が9月27日なんで、なので、ちょうどその需給なんだよね。需給の壁なんだよね。やっぱそこで明暗分かれてるところがあると思う。で、ソフトバンク、9434に関しては、ちょっとね、これ配当落ち後警戒。ここからは、なかなか、買いにくいので、はい。買いにくいので、ちょっとね、あれですわ。うん。ちょっとあれですわ。ここからちょっと買えないよね、っていう感じかな。うん？まあ、とりあえず、ソフトバンクに関しては、ここはね、ちょっと気持ち悪い。配当取りで高配当なのに、やっぱし、上がってないし、で、分割転換点になりやすいんですよ。で、やっぱし、前の NTT も、分割の頭で下がってきたっていうところあるので、いや、もうソフトバンクは高配当だから、配当落ち後下がるじゃないですか。なので、ここからは、ちょっとソフトバンクは、個人的には、買うか買わないかというと、買いにくい。っていうか、まあ、保管とかやるかなって感じの、そういうところかな。上がったとしても、まあ、それだったら、それで、まあ、そこまでかなっていうふうには思うかな。ソフトバンク怪しかったから、利益あるうちに売りました。NTT みたいになると怖い。そうだね。ちょっとあれだよね。仕上げソフトバンク売ります。また利益あるうちに。あんまもう、ここあたりから、なんか、あんま上がってないし、弱いし。ここもね、手出しにくいんだよね、第一産業も。このデッドクロス形成見えてるもんね。バンドーク日柄調整だけど、パラボリックがボリバーの中央線25日ラインを下回ってないので、この日柄調整が本物かどうかっていうのがちょっと判別しにくい。で、久しぶりに5日と200日のデッドクロス形成入ってるんでしょ？ストキア RSI、マックDのトレンド転換見えてないので、ならば、もうちょっと見た方がいいかな、みたいな、そんな感じか。エーザイもね、少しずつ、戻してきちゃいるけどね、まだ定位だよね。エーザイ弱いよね、薬品の中でも。アステラスも一時悪かったけど、戻ってきて下がってるのか今。若干上がってるのかな先週末。はい。ここも弱いでしょ？ここ長期だよね、はっきり言って。買ったらちょっとしばらく、まあ、上がらないか、上がりにくいなってところを見ながらやっていくしかないかなっていう。で、アステラス製薬は、これでも、ただ、高配当だからね。この後、押しやすいので、ちょっと壁ドンパターンにもなりつつはある、配当落ち後に、下落の位置に3倍にならないかどうか。上がって、ボリバの中央線25日ラインまで上がって下がって、一目の壁に当たって下がって、200日ラインでボトム取って、100日と200日とゴールデンクロス形成して、まだそこからもう一段上の方に上がっていくかどうかってところかな。断続的なゴールデンクロス出てるからね。踏みそうになってるからね。下がったとしても200日と一旦またボトム取って切り返してこないかどうか、もう下がってきた場合は。そこ見ながらやっていくみたいな感じになるとは思う。かな？まあ、でもこれ安いとこで買えてる人は、長期だよ。ここあたりで1400とか500とか買えてるんやったら、もう配当利回り高いんだから、
まあ、ワンチャンまあ一部スライスして利益取っとくのもあるやけど、基本的にはまああの、ね、業界でもトップの方だし、はい、生きていいんじゃないかなというふうに思いますけどね、安いところで買ってる人は。ポハット上がってほしいなってね、上がってほしいね。あ、大塚はちょっとあれだね。うん、ここはちょっとなんか気持ち悪い。これ壁ドンパターンじゃない？そうだよね。うん、ダイバージェンス発動してるもんね。RSI の下のラインも割れてるんでしょ？ちょっと割っちゃいけないライン割ってるので、弱い動き。RSI の上値ライン切り上げてます。切り下げてます。日足の割れていこない切り上げてます。こんな形で。で、その段階で MacD はまあダイバージェンス出てないんだけども、RSI の下のライン割っちゃったんで、弱含みの動き。で、ここもさっき言った壁ドンパターンか。一旦下がって上がったとしてもまあこんな感じの軌道になるか、一気にストーンと落ちるか、5日と50日のデッドクロス形成を見え隠れしてるからね。うん、ちょっと目先これなかなか追いづらいようなか、感じだよね。これここの初動がここだとするならば、フィボナッチラインはこんな感じになるんですよ。やっぱしまあ高いところなんでね、ここあたりで追って買っていくっていう考え方にはならへんかな。何え、こういう時って200日まで下がるのかなって、どういうこと？高島屋パターンだねって。そうだね。まあ、MacD がダイバージェンス発動してないので、そこはあれなんだけど、RSI の下ラインもあって、ボリバの調整25日ラインボトムラインとした上昇波動がここで途切れてるから、ちょっと上昇波動は一旦ストップしてるよね。別の波動カウントで、まあ、この 1,2,3,4,5 波にならないかどうかってとこを見ていくっていう感じかな。うん。で、武田もね、武田も弱いんだよね。配当ちょっと下がるもんね、武田ね。なんか気持ち悪い動きしてるよね、ここあたりは。でもまあ基本的に武田ボックスの動きなんで、もうこれも長期では配当金もらいながら、なんか最近は4000円とか4500円あたりこう行ったり来たりしてるようなボックス相場じゃないですか。200日ラインも横横でしょ。うん、ボックス的な感じでこれ極端に上がるっていうんじゃなくて、もう買ったら長期みたいな、そういった感じかなっていう感じはしますけどね。そんな感じです。はい。18万人目になるチャンスって、まあ通過点だからね、そこあたり気にせんで、みんな。勉強集中してこうで。はい。勉強集中してこうで。モンスト中毒さん、マーガレットさん、レンさん、こんばんはって、安定の武田そうだね。もう18万人とか、ちっちゃいよ、みんな。もっと上なんだよ、俺たちが目指してるところは。チャンネル登録者数じゃなくてから、チャンネル登録者数は別にいらへんからね。どっちかっていうと、勉強を本気でしたいっていう人は、どれだけ集まるかっていうところに重点を置いてるので。はい。次やっていこう。久保田。パラボリック上昇トレンド形成ですね。RSI の上値抵抗ラインは抜けてきてる。抜けてきてないか。ここのライン抜けてくるともうちょっと久保田上がってくるのかな。これ200にしたらダンストップ的なデッドクロス形成が組まれてるところがちょっと気になるんだよね。RSI の割れラインと MacD のゴールデンクロス形成したら、ストッキは加熱気味のところ、まあ、200日ラインででも利確かな。一旦、短期ならば2200円ぐらい。はい。そんな感じです。クボタは重たいイメージがあるって、コブタはね、結構重たいよ。うん。重たい。住友重機はね、これね、フィボナスのレッドゾーンなんだよね。このあたりで買ってる人はちょい見よっか。RSI の、この下値ラインは結構重要なラインなので、MacD ゴールデンクロス形成でしょ？うん、まあでも500円上がるからな。ボリバの調整25日ラインをの上で行くか下に行くかだよね。この下の方で動き続ける限りはちょっと弱めで、バンドの幅が狭いのでバンド奥になるとは思うんですよ。この後上下どっちかにこう見てからだよね。あ、もうこれもでも上値抵抗ラインでしょ。こんなラインでしょ。ざっくり引いちゃったけど、いけるかどうかなんでしょう。あ、これはもう結構わかりやすいよね。こことここの三角持ち合いで上下どっち抜けるの問題だから、ワンチャンまあここの上限ラインでスライスしててもいいかもしれへんけど、 RSI のこっちラインは抜けてきてるんで上抜け期待したいよね。1本トレンド抜けてるんで、で MacD が、ゴールデンクロス形成して、はい、逆ヘッド&ショルダーにも見える。ここに関しては逆ヘッド&ショルダーはどういった形にいこうか。まあとりあえずこんな感じや。なのでまあどちらにしてもこの黄色のラインだね。うん、この逆ヘッド&ショルダーが見えてるので、この点線ライン抜けてくるとちょっと上の方に上がりやすくなるかなみたいな、そんな感じです。小松製作所。小松はね、高配当なんだよ。いい銘柄なんだよ。でもデッドクロス形成が見えてんだよな。上値ライン抜けてるんだよ。だからググって上がってるんですけど、あ、ここのデッドクロス形成がね、気になるんだよね、小松ね。というところで、やっぱしその、上がっても200日ラインぐらいまでってなっちゃうよね。
そこでまたその上下繰り返すみたいな。まずもういい銘柄なんだけどね。あ、でもここあたりで買ってる人たちって配当利回り 4% ぐらいだから、はい。様子見とっていいと思うよ。あの、これ長期だよね。短期じゃないと思う。あの、これ長期銘柄だと思う。うん。東京はまだ加熱感ないしね。もうちょっと戻り見たいね。あ、コンフィボナッチとレッドゾーンね。短期値上がり狙うやったら、まあ一つポイントは4200、300円ぐらいになると思うんだよ。だからダブルボトムのネックラインのこの高値ラインを抜けるのは、もう一山二山作ってからぐらいなのかな、みたいな、そんな感じもしなくはないなーっていう気がするかなー。200日とね、50日、75日、100日が連続してこうデッドクロス組むならば、その後って悪いことが起こりやすいんですよ。あー、ここね、ここ。まあ、ちょっと様子見ながら。IHI、1.87% 上昇。IHI はね、まあ、バンドオークだからバンドオーク終了するまでか。上引き伸ばしてるのは気になるけど。バンドオーク、日柄調整が入って、パラボリック、マックディア、下落トレンドを形成するなら、一旦ボリバの調整25日ライン。で、上値の抵抗ラインが若干切り下がってきてるので、こういった形なので、あんま割ってほしくないな、ここのラインだね。うん。日足の上値抵抗ライン切り上がってるのに、はい。RSI とかマックディの上値の抵抗ラインが切り下がってるので、割ってほしくないのは今言ったラインかな。ただ、マックディに関しては、ここの上値ライン抜けてるからね。まあ、とりあえず、この下値ライン結構重要だよってところだけ覚えとって。IHI 持ってる人は。はい。IHI 強すぎって強いね。強い強い。はい。はい。ん？日本株全部強くなれってね。上がってほしいよね、本当にね。IHI は去年12月に買ったのが含み益プラス 150% いってるって。おめでとうございます、ホッケミニーさん。強いよね。強いよね。はい。日立近畿。あ、日立近畿強くなかったっけ？あ、弱い。ごめん。日立。あれ、どこあったっけ？日立かな？まあや。フィボナッチのレッドゾーンで、ここなんだけど、バンドラハマス狭いもんね。バンドオークならへんかな。てか全部バンドオークになってくれたら嬉しい。バンドラハマス狭いもんね。もう少しバンドオークにならないかと。RSI のワネライン抜けてきてるんで、メンバー動画たくさん見たけど、めちゃくちゃ勉強になって感動しました。今月は利益たくさん出てますって。ああ、よかったですよ。おめでとうございます。アイさん、おめでとうございます。本気でやってきたやつのノートなので、メンバーシップの動画に関しては、はい、見とってほしいですね。日立造船。はい。造船株ですね。ん？日本製鋼はいまいち合わないんだよなーって、まあねー。50日ラインが上でもたくしてるのか。こういった形でできてる。まあ、下値ラインは重要そうだね。何回これ弾かれてるの？ 100 日移動平均線で弾かれてる。ということは、100日移動平均線にタッチして頭取らないかどうかチェックか。ここで。では、ここで5日移動平均線と100日とデッドクロス形成することなく、この100日ラインで頭取って下がってるので、この存在感がワンチャンやっぱし高い可能性があります。で、特に5日と100日とデッドクロス形成でもう一発したいズドーンって言ってるからね。この25日と100日とデッドクロス形成でもう一発このタイミングでズドーンでしたいってるじゃないですか、ボックスで動いたところから。ということはこの100日の存在感高めな可能性が高いんですよ。なので、もしこれ切り返してきたとしても100日ラインで変なその板の気配とかにならないかどうかところを見ていくって感じかな。はい、そんな感じがする。で、ダイキンでしょ？あと25日のゴールデンクロス、ダイキンは重たいもんね。俺、ダスキンに電話しないといけない。エアコンを清掃してもらわないとあかんので。押してるよって、ありがとうみんな。押しとってね。さすがに今日あれだね、連休の谷間だから、参加者が少ないね。まあ、こんなもんか。明日は増えるのかな？さすがに。5日と25日のゴールデンクロス形成間近でしょ？重たいんだよなぁ。まだ時間かかりそうだよね。三菱重工7011。ついにダブルボトムですなって、まあね。重工系、なんでこんな重工系強いんだろうね。いや、わかるけどさ、ここの上値ライン抜けてきたら面白そうだもんね。この黄色のラインか。逆ヘッド&ショルダーでしょ？ここも。一旦下がって、上がって、下がって、いや、まあ上がって、下がって、だからこの点線ライン抜けたらこの逆ヘッド&ショルダー見えるので、そこ抜けて上がってきて、もう一発上の方に上がってきてくれるなら、安く買ってる人は、もうちょい利益伸ばせるかもしんないね。多分今日やらないと思ってるかもって、かもしれへんね。みんな今日やらないかもと思ってると思うよ。日曜日だし、明日やると思ってる人が多いとは思いますけどね。モサさん、重工ってなぜか手出したくなる。いや、それはやっぱしその重工持ってる人儲かってるっていうコメントとかがいっぱい出てるからじゃないですか。SNS で。うちのチャンネルだけじゃなくて、多分 X であったりとか、他のところでも重工めちゃ強いっていう風に言ってるじゃないですか。それ見たらね、やっぱし買いたくなるんですよ。だからね、やっぱしそうね、どこまで追っていいかってところに関してはね、なんとも言えないところがあるんでね。このあたり爆上げしてるからさ、IHI も強かったし、重工
もあの強いんだけど、頭あの土天井をつかまないように気をつけながらやろうねとしか言いようがないよね。うん、ダイキンは相変わらずネガサ株で買いにくい、他は分割してるのになって、まあね、まあ1万8000円ぐらいだもんね、だから180万だもんね。うん、防衛費どんどん増額されてますしねって、まあね、うん、下がることはないでしょ、一回上がったもんが。はい、フジト銘柄ですもんねって、間違いないですね、重工はフジトさん銘柄なんで、てかあの重工防衛関連とか、いやもうすっごい、もうあのフジトレポートがなくなったことに関してはすっごいショックですね。はい、あのバイブルだったのに。俺アメニさん、分割しはなお強い重工、トランプ大統領が誕生したらもっと上がるのかなって、まあそれも織り込みながら上がってってると思うんですけどね、でも強いので利益伸ばしてきたよね。で、もし上がっていくならば、どっかの段階でもう、ほら、温株化しちゃうとか、もう倍以上になってるでしょ、安いこと、ところで買ってる人は。うん、スバルね、スバルもね、重たいんだよね。これ100日とね、200日とデッドクロス形成が見えてるから、多分こういった値動きになっちゃってるんですよ。このリアクションが、あの、週明けも、もう入ってるんだけど、スバルはね、アメリカの売り上げウェイトが高いからね、やっぱし。うん。スバルのエンジン、ええー、なーって、SUV だった。アメリカの方でやっぱスバルとか、ね、人気っていう風に言われてたもんで、ね、言われてるもんで、ね、日産昔から言われてたのかな、僕が入社した時もそんな感じでセレストークして、日産自動車、日産来たぜ、日産煽り銘柄一言やんだ、しょうもない煽り銘柄、どんなに言うけどやっちゃえ、うん、来たぜ煽り銘柄、煽られてイナゴが群がってどっかでぶったたかれるから、これこういった銘柄基本こんな感じだもん、興味なしトヨタ、はい、うん、そのコメント見て日産買ったんやったら俺はもうあれだね、はい、鈴木、これも三角持ち合いだね。ね、RSI の上狙い抜けてるけど、日産一旦下がってからじゃないと買えないと、まあね。あ、でも円安関連銘柄だから、円安に今向かってるじゃん、円安再開してるじゃないですか、目先。そこあたり受けて、やっぱその、上がってほしいけどね、これちょ高配当銘柄でもあるし、自動車関連は。というわけで、1時間経ったんで、これで終わりたいと思います。皆さん、最後までご視聴いただきましてありがとうございましたと。はい。まあ、とりあえず、明日の10時からもライブ配信をするので、みんなあの、集合でよろしくお願いします。あ、これウィンガンダムズのあれね、ちなみにね。ハイレゾリューションの方がギミック多いので、そっちの方が好きやわと思ってあれなんだけど、まあいいや、それに関しては。で、あとはその、昨日出した動画2本あります。サブチャンネルでのあの、ライブ配信と、メインチャンネルの方での視聴解説動画があるので、それを必ず皆さん見とってください。で、メンバーさんは今日メンバーライブをもうすでにやってるので、9時にですね。はい、あの、それ必ず見とってください。で、メディアブルの方はこれから公開化するので、多分あの、もう終わってると思うから読み込みが。はい。あとなんかあったっけな、注意事項。明日昼ライブ配信してるかもしんない。こんぐらいすると。よくもやらなあかんしな、どないしようと思いながらやってます。で、あと、メンバークーポンね。そう。あと、メンバークーポンも6ヶ月 20% オフのスペシャルクーポンがあと少しで有効期限切れだぞっていうところで、あの、早めに使っとってください。動画の下の概要欄の方に、クーポンコード詳細格納しているので、よろしくお願いします。お疲れさんでした。撤収、撤収の兄ちゃんやね。今日のライブでは個別銘柄の分析が多かったですね。通信3社のパフォーマンスの違いは需給関係が分かりやすく、買い時と売り時の選定方法の勉強になりました。上値期待と上昇波動終了チャートも明暗が分かれており、しっかり分析した上で売買をしていく重要性が再認識できました。今日の動画が役に立てる